ャドウオブウォーミドルアース、シャドウオブモルドルの続きというのかな、どうかちょっとわからないですけど、こちらの方やっていこうと思います。アップデートのノーティクス英語だから、全部英語なんで何て書いてるか全然わからないですけどね。The story of story so far. I had a family once. A wife.This is beautiful. And a son. And I buried him along with everyone I ever knew. これ前回の主人公タリオンですね。Am I dead? You are banished from death. Cast adrift between the worlds of light and dark. You are bound together, Talion.My life and yours. Who are you, Wraith? I shaped the history of Middle-earth. I crafted the Rings of Power. Celebrimbor, greatest speak of the Second Age. Sauron deceived you into making the Rings. He tortured both you and your kin.Died with my family. I thought you wanted revenge. There is only one way to close the circle. To defeat Sauron. The time has come for a new ring. Prologue. The new ring. 新しいリングの時代が始まる。 The world of men.Ending. I have seen it. I have felt it. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, craft the one thing that could challenge the Dark Lord.Who seek it, and even the strongest bonds can be broken. The future I have seen cannot come to pass. Celebrimbor! Death calls to you again, Ranger. How do you answer?嫁さんですね。イーリスだった。Talion, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Dornwall. What's wrong, my love? The past is the past. Nothing can be changed. We must leave this place. We can go now. What remains? More dead.
The Wraith calls to you. I call to you. Wraith! まあ、ちょっと動画にお付き合いください。ちょっと待ってよ。テレブルンボール。さあ、もうやり方はね、覚えてるので。オークたちは戦の準備を進めている。解放してやるよ。ちょっと待ってくれ。まさか落ちてしもうた。降りちゃったんで、また上がりましょう。やれないよ。これ上がるか。まあ待ちや。場所としたら、あ、うっとっとっと、前よりもこう、どう言ったらいい？強く押し込んじゃうと、もう一度させてやる。
さ、やっぱまだいろいろできないんでね、なかなか操作的にね不十分なところはありますけどね。ケレブリンボール、一体何があったんだ。ずいぶん待ったわ。解放しろ。雲は獲物を手放したりしない。もっと美味しい獲物がいない限り。あなたに会いたかった。ケレブリンボールを離せ、今すぐ。人間にしては勇敢ね。でも彼を救うのはあなたの剣じゃない。どれだけの犠牲を払える。あなた、犠牲にしてきた全てを。全てじゃない。そうでしょ。まさか指輪を。助けたいんでしょ、勇気を。そうやって俺も捕らえる気なんだろう。私はシェロン、偽りの取引はしない。無論譲歩もしない。彼が大事なの？お人形が死んでしまうわよ。なんてことをしたんだ。奴は私の力まで手にしてしまった。指輪は私の命そのものだ。なら取り返すまでだ。あなたの戦場は他にある。指輪はもうない。さあ見よ、みなすいしるとそこを取り巻く冥王の軍を。見よ、パランティアを。サウロンは決して止まらない。中津国に全てを支配するまで。パランティアを守らなければ。シェロブの原始を確かめなければ。戦闘後体力は一部しか回復しない、オーギャグーラのドレインすると失った体力は回復すると。まあまあ前回と一緒ですね。でゲブリンドールが入ったので、スニークもできるようになってくると。まあちょっとずつまた
アビリティを覚えていったりして操作がやりやすくなってくるんじゃないですかね。第1章ミナスシルの攻城戦、今回はなんかイベントごとにやっていくみたいな感じなのかな。第1章って出てるんで、モルドールにある最後の砦、ゴンドールはあそこを取られるわけにはいかない。シャドウ・オブ・ウォー、ストーリーを進めていくみたいな感じなのかな。オープンワールドじゃなさげな感じですね。気にすべきはパランティアだ。サウロンより先に我々が抑えねば、奴の軍勢は止められない。町の命運より大事だ。黒門の時のように同胞を虐殺されてたまるか。行動を起こす。小隊長を倒せばゴンドール人は時間を稼げるはずだ。そしてパランティアの元へ案内してくれるだろう。虫を探し口を割らせる。多くのコマンダーの情報を手に入れろ。無駄にしてるだけだ。そもそも何を待ってるんだ。まず奴の精神を、まずはバランティアの探索は誰が指揮している。おお、はいはいはい、これ前回と一緒ですね。はい、探索を指揮している小隊長が街の下層にいる。それなら相当増えはいかないだろう。さあどんどん情報を取っていこう。弓はまだ撃ってないのかな。あ、今回は赤くなるんだね、普通の敵は。虫がこの近く、この上にいる？
さ。獣狩りに行きたい。何日もかけて追い回して、ナイフで腹渡を出す。それから宴だ。そう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 。さあ敵がちょっといるんで、見つけたぞ。まだストレスドレインで倒せないんだよね。あいつか。そう、スキルとかはどうなってんのかな。まだ何もできないって感じか。さあ上がろう。まあほっとこう。
こっちって行けんの？あ、離れてるって。こっちじゃないみたいだね。こっちはなんかある。やり合えってことかい？エルとアールで痕跡の焦点を、はいはい、オッケー。弓はもう取れないか？これは破壊でいくか。小隊長を狙う。さあ、とりあえずで、弓は大丈夫かな。なんか前よりも操作が難しいな。まあいろいろ登りたがるね。多分小隊長はこっちの方にいるんだよね。まあまだそんなに慎重に行かなくていいかな。登れる？
近づくとしたら、俺たちはバランティアというものが目的でここに来た。町は俺たちとそれの間にある障害だ。バランティアを見つけたら直接俺の元へ届けるんだ。それさえあれば中津国を征服することができる。さあ行け。前よりもリアルっちゃリアルだ。これでとりあえず押さっとくか。人間一人、ボンドールはもっと増援を送るべきだったな。ここは俺たちの町だ。人間め、遅すぎたな。ボンドールのために。装備によって力が高まり能力が向上する。より強力な小隊長に勝つと高性能な武器を手に入る。ああそういうことね。私の部隊は仮想に閉じ込められてしまったから。何人いたんだ。ほんの数人。ミナスイシルは持ちこたえてる。まもなく中層も失われるわ。すぐに門も閉められてしまう。私たちもあの上に向かいましょう。そうだな。待て、お前の名は。
イドリル。タリオンだ。遅れないでね、タリオン。もう誰も失いたくない。はい、というわけでね、まあとりあえず、まあ今回はここまでにしよう。まだタリオン、はいはいはい、まあとにかく敵を倒して経験値を上げていくみたいな感じかな。はい、というわけで、まあ、今回はここまでにしましょう。ちょっとモルドールとやり方が違うんでね、ちょっと慣れるまで若干時間はかかると思いますが、まあ慣れればことはないでしょう。はい、というわけで今回の動画は以上となります。また新しいゲームにお付き合いください。それでは失礼します。ダータでした。